皆さんこんにちはマーケットディーパーの時間です今回は住友重次グローバルリサーチチーフエコノミスト本間隆之さんをスタジオにお迎えしています本間さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします十二月二十二日二千二十二年のマーケットディーパー今回が今年最後はいありがとうございますということになるんですが <laughs> まあ本間さんにちょっとねコモディティ市場の まあ今のね、今年の動きというものを総括していただきつつ、ちょっと日銀にも動きがありますね。そうですね。超楽しかったですね。はい、<laughs> そうですか。みんななんかひっくり返っててんやわやなんですけれども、<laughs> まあこれが意味するもの、そしてこの次の展開どうなっていくのか、ね、このあたり教えていただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。このようなスケジュールで今日はお伝えしていくんですが、まずはマーケットチェックです。えー、まず見ていただきたいのがこちら。 そうですね。一週間での比較で見ますと、まあ、日本市場はもう日銀ショックで、天わんやなんですが、うん、アメリカはちょっと12月の FOMC で、ややちょっとこう、市場は高波的に受け止めたのか、株は少し弱ぶくんだそうですね。ちょっと調整がまだ続いてるというところで、ただ、終わりもちょっとずつ見えてきてるような、終わりつまり利上げの終わりが見えてきてるような感じにはなってきてるんで、うん、まあ一方的に売り込まれるっていう感じではないのかな。はい マイ,マインド指標とかもちょっとね、はい、改善してるっていうことなんで、まあこの感じで改善が進んでいけば少し明るい話題が出てくるのが早くなる。ピッチでしたからね、うん、0.75%を4回もやるなんていう異常な利上げをやりましたが、ね、今回0.5%に縮小。はい、あともう本当に指折り数えるぐらいで5.125%ぐらいがタミナルレート、うん、そうですね。なら5の点2 5ぐらいっていうのをまあイメージしてる。 で、あわよくば、それよりか低いところまで持っていければという感じじゃないですかね。はい。では、原油価格、ちょっとチャート見ておきましょうか。ね、えー、この一番尖ったところがロシアのウクライナ侵攻。ね、そして、6月ぐらいに2番天井を打ってからは、今度は利上げが効いちゃったのか、はい、中国のゼロコロナが効いちゃったのか。はい、そうですね。両方ともありますね。<laughs> やっぱり上海のロックダウンって、やっぱり映像的にもちょっと、 あの、厳しいものもあったし、で、その後、あの、今年は1、6月、アメリカってマイナス成長だったと思うんですよね。はい。で、その時に、えー、原油の価格が上がって、ガソリン価格が吹いて、うん、で、<ー>みんな発狂を垂れたっていうところ、ね、ですよね。そうですね。はい、スタグレーションの話がやっぱり、まあ、出てきた。うん、で、その後、まあ、政策的に手を打ったっていうこともあって、油の価格が下がってきたことで、その逆に、 アメリカの消費者のマインドはかなりマイルドになってきてるっていうところはありますよね。逆によかったわけですね。下がってくれて。ね、11月、十0月の、1月、1一月の小売りが悪かったのはまあ確かにそうだと思うんですけど、これが回復してくるかどうかっていうのが多分この先見ていくところにはなってきますよね。あと中国ですよね。あの、リオープンするという期待があったんですが、うんうん、逆に感染が広がって、人々が自発的に出なくなっちゃったっていう。そうですね。 で、まあ僕の周り、まあ周りのまあ中国の人たちもやっぱり感染してる人増えてきてて、で,えー、で、まあ病院には行けないんで自宅療養してるっていうことだったんですけど、まあそういうまあ状況ですよね。で、これは1月、2月ぐらいまでまあ続くとしたら、まあ、春節の移動っていうのはまあ今年も多分出てこないっていうことですよね。うん、だそうなってくると中国経済っていうのはちょっと一三はやっぱりまだ厳しめに見ないといけない。 のかなというところですただそれも、なんとなく終わりは、ね、はい、僕らの経験からするとちょっと見えてきた。<laughs> うん、こうバーッと広がればね。そうですね。免疫がつくということで、うん。で、それは集団免疫取れるかどうかっていうのが、多分向こう数ヶ月の課題にはなってくるのかなと。はい、それが終わったら今度、あの、多少こうリカバーするのが、 まあ見えてきそうなので、まあ、そんなにこう目線下に持っていかなくてもいいっていう人が今増えてるのかなと思いますね。今そこが試してそうです、ね、っていうことでしょうかね。ええ、そしてゴールドです。今年はあの利上げで向かい風ということでゴールドずいぶん下がったんですが、ええ、足元なんかリバウンドしてすね。そうですね。はい、だここは本当に評価変えてみなきゃいけないのかなとは思ってるところで、で、その影響としてはそのクリプト やっぱり不安定だった影響というのはやっぱりそうですねでまあ結局その,あのネットワーク上の資産になっちゃうのであのあの実物資産との比較っていう意味ではやっぱりその金に見直されるところがあったあとはまあドル離れ だったりうん、うん。ドルインデックスが下がって,しまってますねそうですね。ドルインデックスがまあ売られて、で、ただ、ドルインデックスが売られてる割そこの低下してきてる割には、まだちょっとゴールドの上がり方って、ちょっと不満かなと思うんですよね。うんうん、で、この辺でまあ値が試して、まあもう少し上目指すような展開になれば、これはちょっとまた面白い。 ご指摘のように、まあ、値上げの終わりも見えてきたっていうところが、うん、まあ、ちょっと織り込まれていうことなっていうこと、ねうね。やっぱ金は強いところは、ね、あの、世界中老若男女、あの、歴史上価値を認める唯一の金属になるんで、そうなんですよ。すうそう。で、これで、 そのまあ、コロナの時に吹い,いてで、えーと、クリプトにシフトしていって、えー、金終わったみたいな話になったじゃないですか。はい、でもここでまた再評価されてるっていうのは、えー、面白いところだし、まあ、世の中が変わってきてるんだということを、まあ、一つ示しているものなのかなと思って見てますね。はいはい そして、日本人にとっては、このドル円相場の乱高下、ね、今年はこれに振り回された方多かったと思います。そうですね。日銀でドンとね、下がりました。そうですね。今年はだから、介入するところ、介入したところっていうのが、やっぱりピークにえなってるっていうところですよね。でまあ、振り返ると、その、うん まあ、油の値段上があったりとか、まあ、今年は本当にその、ウクライナ、の侵略で、まあ、我々、今もまだ振り回されてるわけですけど、その歪みが、まあ、日本の場合は、ドル円レートに出たということなのかもしれないし、ピークアウトしてから、今、戻ってるということは、それが、と、落ち着いてきてるということの、まあ、一つの勝作なのかなと。 ここからどうなりますかまあそうは言っても日米気にあるからまたどっかで買いたいとかいう方も多いかと思うんですが。でもまあ戻るとして、例えばなんかこう経済の構造が変わって、えー、ウクライナ侵攻前に戻るっていうイメージを持ってるんだったら、なんかフルコレクションでもいいのかなと思ってるんですけどね。<laughs> どうですかね<え>、うん、行ってこいみたいな。行ってこいで。よくあるじゃないですか、<え>相場としてはありる。ええー。ま,あまだ少数派の意見かもしれませんけど。うん、でも、ドル買いしてきたのって、あのー、金利差で買ってるわけじゃないですよね、ドルをみんな。どっちかっていうと、損切りを重ねてきたみたいな、やっぱりイメージが強いわけですよ。うん、なるほど。はい、損切り終わっちゃったら多分もう倍ーいないんで,で、一番天井で財務省日銀が10兆円ユアーズしてるんだったら、 あとは、もうそれをずっと買ってくれる人が出てくるまで待つみたいな感じじゃないですかね。ただ、あの、禁止さというものが今年、ね、あの、材料としてはね、うん、よく解説されたんですけれども、うん、それプラス、あの、貿易収支、うん。そうですね。だから貿易収支のところで、その、先ほど見ていただいた、まあ、油とか、まあ、他のその、鉱物性燃料と言われているものが、やっぱりかなりいたずらしたというのと、あとは、まあ、前回、大橋さんに、 あたサービスというところっていうのは、やっぱり今年のそのドル需給っていうのをちょっと変えてる、で、えー、っと、その金利差っていうところでは、やっぱり処分売りが多いんですね、今年ねそうなんですね、そうなっちゃうと、なんか金利が上がるから、なんかドル買わないとかっていうのではちょっと、ドルあ、金利が上がらないからとか、金利をなんですかね、モチベーションに。 なんかやってるっていう感じは、ちょっとやっぱり受けなかったんだよな、ね。あ、そうでしたか。うん ま、このね、あの、貿易収支、サービス収支というところの実需も、まあ、影響してたというのが、今年の相場の一つの要因なんですが、うんはい、この部分においては、あの、油の値段というのがとても重要になってきますので、でねええま、今日のお話の中でまそうですね、また、はい、はい、触,れ触れたいと思います。解説いただきたいと思います。はい、では、ここからは、プロの視点です。日銀が、まあ、利上げ、まあ、利上げではないと、黒田さんはおっしゃってるんですが、うん、実質、えー、10年金利は0.25%から0.25%。うん はい、パーセント方向にまあ上がる方向で動いておりますエイルドカーブコントロールの修正に動きました、うん、これ もうみんなサプライズで意表をつかれたという大騒ぎなんですよね。うん。でも、政策決定会合の日に昼飯を食ってちゃいけないっていうのが、まあ、まあ、おそらく大きな教えだったと、お気づきで。今回のを食べてた人多いんじゃないかな。そうですね。僕も外出してました。はい。はい、<laughs> あの、まさかこの年のせに、うんえー、しかも、まあ、あの、日銀総裁来年4月にね、交代で、次の総裁が決まるそのタイミングあたりだろうと。うん みんな高をく食っていたところでしたね。そうですね。まあでも逆に終わりだから、はい、これから毎回気をつけなきゃいけないってことですよね。そうなんです、ね、実際のところはね。はい。はい、でもよく、よく振り返ってみますと、<laughs> あの、いろんなアドバイスの観測気球は上がっていた <laughs> そうですね。まあ利上げかどうかっていうところからすると、まあ利上げじゃない方でいいかなと思ってるんですね。個人的には。だってポツニーコだもん。うん 0.25で、まだね1、1%に満たない水準でいってるわけですから。だから、なんかそれにしては、なんかちょっと大騒ぎしすぎなようなドル円、5円も下がりました、一瞬で。いや、だからそれはちょっと前のめりでみんなドル買ってるからじゃないかなと思うんですよね。はい、で、まあ、アドバルンっぽいこと、あとはリークっぽいことっていうのは、やっぱり今回、いろいろ情報出てて、うん、まあ、そらく毎回出てるんだと思うんですけど、ちょっと今回は異質かなとかって思ったのはいくつかあって。はい まあ12月の11日はこの市場機能低下で高まる政策修正観測とかのがブルームバーグで出てると。でブルームバーグってもともとこの債券情報を出すあのー、ベンダーですよね。もともとは。はいはい、だから債券トレーダーはまあみんなほとんど持ってるですよね。債券だけじゃ食っていけないからいろんなところにこう出てったわけですけど、まあそこが取材してまあこういうのを売ってきたというところで、まあ 今の、今のとか現状のその国債の流動性に対する不満をぶちまけてる人がまあまあいたよっていうこと。まああ、い日銀が買っちゃってるから、ほとんど市場に玉がない、うん。そうそうそう。債券<権>ええ。ものがない。ないってことですよね。で、この前の12月2日に、その、うん、また、その国債の市場委員会みたいなのが、まああって、ヒアリングとかあったんですよね。はい、そこでやっぱりまあ流動性が足んないよみたいな話になってたと。で、その後に、12月の14日に、まあ、順いえっ、ー、と、エコノミストがまあ、どうなり、 ますかっていう、まあ、質問をブルーバーグにされて、現状維持でしょっていう話をまだしたと。<laughs> もうちょっと考えて欲しかったなっていうのはありますね。えー、全員ですか僕は聞かれてません。<laughs> はい。はまあ、こういうことがありましたと。<laughs> はい、で、翌日、単感が出て、はい、でこの単感の評価も、僕らはいいと思っていた。 大企業製造業 DI があの1ポイントマイナスっていうところも。誤差でしょ。ねうん、ものすごいフォーカスされて悪いみたいな。そう,そうそう、誤差なんですよ。これ PMI と違って、まあ、基本的にはあの良い、悪い、どちらかと言えば良いみたいな、なんかそんなちょっとワンとしたアンケートなので、それの良い引く悪いで、で、まあ1ポイントぐらいはやっぱずれるんですよね。だからそんなに 悪くないんじゃないかなっていうのと、やっぱ中見たら、その非製造業はまあそこそこね、い,いんですよ、リカバーしてるんで。5, 5期連続でいいのかなそうそう。だからそう考えると、まあ別にそんな、あの、悲観するような、まあ状況じゃないわけですよね。だからこれある意味強い指標だったのが、まあ弱いっていう、まあ判断をされてたところ。ということで緩和は続くだろうという、うん、なんとなくこうミスリードがあったのかなと。ね、まあミスリードというか、まあ読み違いっていうんですか、ね。読み違いですかね。うんはい で、17日ぐらいからまたバタバタバタっとこういろんな記事が出て、岸田政権が物価目標柔軟化検討、日銀との共同声明改定って、まあ今の絵文字を見,見直しますよっていう話を。 まあ、共同通信が、まあ、出したと。これ、でれちょっとびっくりしました。だから、週明けのドル円相場、あの、かなりね、うん、下で寄り付いたの、この影響あったのか、うん、もちろんです、もちろんです。ね、でも、そこから続かなかったですよね。はい、で、18日に、ウォールストリートジャーナルが、まあ、もう、金利に、日本の定期におしまいでしょ、うみたいな話をしてたし、で、この、ちょっと前ぐらいに、あの、木原副官房長官とかも、まあ、あの、合意を、 見直すかなみたいなね。ううイ,ンインタビューで。答えてるし。そうなんですよ、ね。それはね、まあ当然官邸の人だから、だから、あなんか、なんか考えてることはね。ある,あるんですよね。動きがあるからそれを表に出したんですよね。そう,そうです。で、19日に、まあ、あの、ロイターが日本も高インフレ継続、来年は YCC 修正を持って山口元日金副総裁の、えー、コメント、コメントあえてインタビューを出したと。はい、で、これは記事の一番最後にあるように、 16日のインタビューですって書いてあるんですよね。うん、まあそこで大体、まあ、あの、周りは、なんか、なんかあるよ、これから、みたいな。でもこれは例えば1月、2月、3月じゃなくて、12月から3月の間にあるってこと。そこを読み違えてましたね。うん、みんな来年だと思ってたわけですそうですね。あだから年末だからねって言って。まあでもそんな年末に、 年末だからそれを避けるほど優しい人では黒田さんはないっていうことじゃないですか。<laughs> <で>す <laughs> まあ、振り返ってみればそういうサプライズいっぱいあったな、うん、そう。あとは昼休み直後でしょその入って。早かったですね。早かったです今回,、ね、今回ね。すごい早かったっていうのと、はい、まあ、うん、人がいない昼休み、やっぱマーケット薄かったんだろうなっていうところかな。だからポジションをほったら、ほったらかしにしてるとは思えないけど、まあ、 いきなり、ね、油断して,てはいけませんよい、ね、ということでした、えー、だか。そうすると、やっぱり、あの、ストップロス中心に、やっぱりね、つきやすい。うね、でそうすると、ポジション軽くなって、も,もう一回買いで入ろうかっていう人は、やっぱりなかなか今、このタイミングではいないですよね。そうですね。で、<前>あとは、その、まあ、この、まあ、この後お話しいることと結びつくんですけど、その、法律の問題があるんですよね。<ー>日本銀行法というのが、実はあってですね。はい 彼らのお仕事は、まずはまあ物価の安定を図ることっていうのこれ FRB にもありますね、そうです物価の安定は。FRB はもう一個、だからデュアルマンデートになってて、まあ雇用の安定をっていうこと労働市場の方も見てると、はい。そうです。で、4条の方に、えー、経済政策の一環をなす。 だから常に政府と連絡を密にしって書いてあるんで、だから政府の人はみんな知ってるはずなんです。政府の人はみんな知ってるはずなんです。中枢の人は。で、やっぱり、あのね、機密性の高い情報なんで、まあみんながみんな知ってるわけではないんですよ、ね。あ,まあ知らないっていう人は政府の中の人ではないっていうことですね。えー、だから寝耳に水だとかって言ってる人は、多分その知らされてない人なるほどで。あとは会議で絶対こう書類があるわけじゃないですか。で、それをその場で突然見せられて賛成反対 をする会議ですよね。はい、でも、誰も反対ないじゃないですか、すうん、今回。だから、なか事前にある程度の地ならしは。できて内閣もう岸田政権、まあ官邸は知ってて、まあもちろん連携しながらやってるはず。だということで、うん、ででまあ、こういうアドバルン観測機器もあったんだよということなんですね。そうです。ですまあ、これはあの利上げではないというふうにおっしゃっていますけれども、あの、まあ。 諸外国の金利が上がってますので、まあ、それに合わせて修正をしたということであるならば、うん、今後もまたちょっと断続的に上げていく可能性っていうのはやっぱり広がっていきますよね。よねうん、で、まあ、過去、まあ、その物価目線でいろんなものを見てみると、例えばこの現、まあ、今問題になっているのはこの原材料の物価のところですよね。はい、あの、企業物価のところに近いところで。はい、で、日経商品指数っていうのは、 あの先物だけじゃなくてどっちかというと現物の,あの商品の指数なんでまあこれがめっちゃ上がってますでもこの GDP のところで我々の例えば生産額だったりとか所得計算の元になってるところっていうのは実は、はい、上がってないですねえ2000年代から全然上がってなくてそれでもずっとこう物価が安定してきたんでまあなんとかまあ低金利っていうのもまあ効いてきたんですけどさすがにちょっと あの、ここまで物価が上が,るそうそう上がると、あの、購買力が低下する。で、ね、そうです、そうです。で、日本の場合はやっぱり家計が一番金持ってるっていうのと、うん、まあ家計と企業ですよね。インフレで得する人は、だ政府だけなの。そう,うす、ね、<laughs> そうすると、やっぱりそこの調整を図っていかなきゃいけないっていうのは、やっぱり使命としてはあるということと、 朝もうダイレクトにこの物価と金利を見て、まあ、そのイールドカーブコントロールで10年が目標になってるから、まあ10年国債と CPI の前年比だから、これも年率ってことですよね。で、この2014年のあたりは消費税で上がってるから、こいつ覗いちゃうと、2008年ぐらいが前の山になるじゃないですか。はい、で、この時って油が150手前まで行った時ですね、はい、バレるあたり。で、この時の、まあ、物価水準と、 えーと今、物価水準じゃないな、物価の上がり方と、はい、あと今の物価の上がり方って言ったら、今のほうがひどいわけですよね。でも、利回りは、全然今のほうが低いから。<laughs> これじゃあもうあの、家計が傷んでいく一方ってことですそうそうそう、はい、そうなんですよ。そうすると、その今ある貯蓄がやっぱり毀損していくことになるんで、そ,でねうん、それはなんかやらなきゃいけないのよっていう話にはなる。なるほどで、あとはああの、この企業の賃上げも考慮。 ってそうですねなんか5%要求っていうのがあったような気がします、まあ、その要求が全部飲まれるかどうかまあ置いといて、はい、いずれにしてもその賃金が上がる方向になるっていうことはこの物価の上がり方っていうのは多分もうちょい続くんですよ。うんはい、でそうするとその金利をあの動かせる。 そのスタジオを今のうちに作っておかないと、だから新しい執行部がみんな何もかもやんなきゃいけなくなる。ほどくことから、はい、えっと、金利を上げるところまで、占めるところまでみんなやんなきゃいけなくなっちゃうので、うん、その余地を作るっていうことなんだろうなと受け止めてます。ということで、<だ>この時期だけど、動いた。そうです。と <laughs> いうことですね。でもこう、もう その金利の調整しやすいっていうところは、全体的にこのボラティリティが下がってきてるっていうところで,で、今年やっぱり一番、その現物サイドで一番、あの、いたずらしたのが原油。そうですよ。えー、これはもう、インパクトありますよね。そうなんですよ。はい、で、原油価格っていうのも、この、はい、え輸入、まあ輸入の価格、この紫の、左側のこのグラフの紫のところですね。はい、これがまあ輸入ベースの価格なんですけど、まあ、トコム原油、この、 マーケットの原油っていうのと、まあ、ほぼほぼ連動していて、そうすると、まあ、これから、あの、原油の輸入金、価格っていうのは、まあ、下がっていく。先物が今下がってますからね。そうですね。これを追っかけるような。下がっていくだろうと。えー ただまあ、ちょっと一ついたずらしそうなのが、まあ、石炭で、で、石炭価格が今、冒頭してるんで、もしかしたらちょっとこう、返りがあるかもしれないですけど。うん、石炭はダメだけど、原油の方はこれからちょっと、インフレ低下圧力に寄与してくれるはず、ねそ,うね、そうです。ね、で、金額としてもやっぱり原油の方が圧倒的に大きいので、うんはい、そういった意味では、まあ、これから、あの、低下圧力っていうのが、 かかってくる、はい、で実際にその金、えー、と燃料その鉱物性燃料っていうんですけど鉱物性燃料の輸入金額っていうのと,、えー、とあとは特務の原油の価格っていうのと照ら、はい、し合わせるとトレンドとしてはやっぱり一緒なんですよねだからこれからまあ,あの低下傾向がおそらく続くんじゃないかなっていうのがまあ期待されるところで、はい、まあそうですね 5万円とか6万円ぐらい、そのキロリットルあたりで収まってくれば、あの、一方的にこう、貿易収支の赤字で、はい、あの、溜まっていくような、えー、トレンドからはちょっと変化。来年の貿易収支の赤字は、ね、幅はやや縮小方向に向かってくれるそうですね。 という傾向に。そうですね。だマーケットのボラティティ自体がまあ小さくなってきたんで、はいはい、逆に、そのインフレに対して、その金利の調整ができる環境になってきたんじゃないかなと思って、一応見てるんですよね。あまあ政府もそう見てるんでしょうかね。来年からあのガサリンの補助金ちょっとずつ下げていくですいう話が出てますからす、ねええ。いつもでもやっぱり続けられないんで、うん、であれやってるとやっぱりその不公平だみたいなやっぱり話がどうしても出てきちゃうから、まあ別のところに金使いたいっていうのはもちろんあるし、はい、でそれがいろんなところでこう、 見えてきてまあ、新しい均衡ですよね。はい、そういった意味では、はい、そういうのがあのでき始めているんで、まあ、みんな重い腰を上げ始めたとなるほどまあ。日銀はまあちょっと歪みを是正しましたし、あとはまあマーケットの価格。どこから見ると、うん、今年ほど異常な安環境でもなくなってきていると。 期待してるっていうことですね。そしてここからはディーパーです。もっと深掘りしてお話聞いていくんですが、はい、2022年年初はまあなんかコモディティのスーパーサイクルだみたいな言葉があって、そこにロシアの話が出てきて、<laughs> これは本当に大変なあの物価上昇になるなんて思ってたら、ねね、あれ、ね、年末になってどうしてこんなに下がってるのっていうん。っていうところですよね。はい、だもうちょっと なんかいろんな、そうだな、リスクテイカーがもうちょっと増えるのかなと思ったら、もうなんか、リスクが増えた割にはテーカーがいない。テーカーがいないから、逆にリスクが増したみたいな感じになっちゃいましたよね。そう、ード性が低くなってリスクが増す。で、まあ一番見やすいのがこの油のところで、うん、この一番左側のグラフの 270.6っていうのは、えっ、ー、と、270.6万枚、縦、えー、曲がありましたって、<ー>いいマーケットだったんですけど、ね、これが足元では140万枚ぐらいまで減ってきてるっていうことがあ減じゃないですか。そうなんですよ。で、2010、えー、年ぐらいの水準までこう戻ってきてしまって、もうちょっと、 あれって感じだいぶ流動性が下がって、原油、ね、市場から、ね、人がいなくなってきてる、ね。いなくなってきてるようなやっぱりイメージで、うん、で、まあね、証拠金がやっぱりこう高くなったり、あ,<ー>あとは金利も高くなってるんで、昔のようにはやっぱり貼れなくなってきてる可能性っていうのはありますよね。 まあこれはあれですね、やっぱりアメリカはじめ、この引き締めの影響とのが出てるということです,かね,ですね。出てるということですよね。うん、だからこれから、まあ、マーケット、まあ、どれぐらい流動性戻ってくるのかよくわかんないところもあるんですけど、まあ、昔に比べたらビットオファーってやっぱり離れていく傾向っていうのはやっぱり続くのかなっては思いますよね。ビットオファー離れてるとやっぱりリスク取りにくいですね。うん、取りにくいですね。<ー>でそれが一つと、で、真ん中がまあ、スペキュレーターたちの あの、まあ、そうすると何やってるかっていうところで、ねはい、まあこの赤い線がそのポジションを、の動向を示したところなんですけど、うん、まあ急減してますもんね。そうなんですよ。2021年ぐらいからかな。そうですね。もう増えなくなってきて、はい、で、22年は、 あの、まあ、えっ、ー、と、ポジションをこう、ずっと結局あの、小さくしてきたっていうことが。小さくしてるっていうことですね。そうですね。はい、それもやっぱりボラティリティに耐えられなくなってるっていうところで、うん、ある程度こう、収まりがつかないと、まあ、戻ってこない可能性もあるし、うん、まあ、戻ってきたとしても、まあ、ね、コストがやっぱりあるものなので、まあ、すぐにこう、うん、昔のようなマーケットっていうことはちょっと期待しにくいところではある。うん 価格動向をどういうふうううかかいいに見ててるるのかっていうのっは分かるんでしょうかそうですね。うん、これが一番右側のまあグラフになるんですけど、はい、この緑のところが、緑にこの一番立ってるところが、このロシア・ウクライナ問題で、でもうロシアから原油輸入りしないとかってやっぱり言い出した頃で、あ<ー>まあ足りる足りないみたいな話をしてた頃ですね。でその、その後はまあいろいろ抑制策打ってきたんで、まあだいぶこうカーブがずっとこう出てきてるっていう。が一番高く、先に行くほど安いっていうことで,ですね。足元の 現物受給ががなるぞっていうのがこのこ緑のそうですそうです。はい、でおそらくその CFD とかねあとはげ、うん、まあ先物トコムでやってるような人あとは w t r でやってるような人とか ETF やってる人っていうのはまあ大体この赤線の中のものをやってるっていうことになるんで、うん、まあほぼほぼ影響は受給を見ている、うん、受給にまあ影響されるところでまあ実際余ってきてるんでまあ あの、カーブが寝てきて、うん、寝下がりしたように見えるっていうことなんですよね、うん、原油全体からすると。うんはい、で、一方で、この開発するような人たちとか、あ,はい、あとは、まあ、長期契約するような人たちって、はい、このちょっと先の方を見るような感じになるんですけど、はい、これは先の価格が実は、あれっていう感じで。そう29、29,30あたりからはもうなんか。そうなんですよ。ちょっと下になってきてて、えーはい、で、これは現在価値でやあの計算されてるから、 インフレ緩和してないんですよね。あ<ー>実,その実質的な価値っていうのはもっと下になっちゃうんですよ。このアフみたいなインフレの影響を考えるとね。だそうすると、その油の価格って今よりかもずっとこうみんな目線が下がってて、これじゃ誰も開発しないですよね。<ー>だそれは開発しない理由っていうのが、おそら,らく例えば脱炭素化とかね、EV の普及とか、はいはい、そういうのが裏にあるとしたら、まあ、手前のその目線だった わけですけど、実は先の方を見ないと、その先、この先、まあどうなっていくかとか、マーケットがどう変わっていくのかっていうのが、まあ見えない瞬間でもあるのかなっていうのはちょっと。 まあこれは今のカーブを確認するとこうなってますけれども、それで本当にみんなが設備投資せずに開発投資しなかったら、足りなくなっていく中で、思うように再生可能エネルギーシフトができていなかったらどうなるんですか。う。それはだから今回のリスクと一緒ですよね。足んないっていう話になって。また,たん足んないじゃんってことになす、ね、で、やっぱり上がっていくみたいな形。うん、逆に、例えば先進国で、先,、まあ、先進国とかも中国中心に、 えー、EV とか、そのあ、あの、ガソリン車以外のものが、あの、普及され始めたら、OECD、先進国のあの、石油自由っていうのは、もうすっからかんになるんで、らそれは誰も、オーバーキャパになってくるってわけですよね。うん。でももう、この原油っていうのはね、国際指標価格が何種類もあって、こうやって取引されてるんですけど、はい これがどん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 その再生可能エネルギーになったときに、再生可能エネルギーの市場ってできるんですかこれは。できるけど、まあでもそうだな。できるんだろうけど、うん。うん難しくないですかそ,うそ,うそこの地産地消でやる、ね。地産地消でやる部分ではやっぱりすごい難しいですよね。ですよね。だから国内では、えっ、ー、と、まあ、再生可能エネルギー使ってる発電業者からその分をまあ受けるみたいな。 余剰なものをやり取りする、まあすね、とかいう市場はできるかもしれないですけど。そうですね、国際指標になりうのか。うるはやっぱりなかなかならないですね。すね国際指標にはならないんで。そうすると、まあ、マーケットがやっぱり細分化されていくんで、まあ、今までみたいに、こう、プラットフォームでみんなが遊べるみたいな感じにはならない。ならなくなっていく可能性があるのかなと。で、それを。 まあ、織り込んでるわけではないと思うんですが、ちょっとこのね、<laughs> プラットフォームであるこの原油市場、先物市場全体のですか、これ、先物全体ですね、そうですね、これは先物の,の、はい、えと非商業部門なんで、まあ、スペキュレーターの、まあ、リスクテイクですよ、ねはい、の縦玉がやっぱちょっと落ちてるんですよね。そうですねちょっとこうぜ、はいまあ、今年のリスクがやっぱりすごい。あのー 大きかった、大きかったっていうか、まあ、想像以上のインパクト。まあ、多分、日銀の日じゃないんですよね、これってね。あ,はいはい、あの、ロシアがヨーロッパと戦争するなんて、あの、リスクとしてはあったけど、本当に起きるって、やっぱり思ってた人は少かなかった。テールリスクがね、実現してしまったっていうね。えー、そこで、はい、まあ、どうしてもこのポジションを落とさなきゃいけないようなことがあって、今、足元ではね、ちょっと戻ってきてるんですけど、まあ、でも、油が戻ってるっていうわけでもないし、えっ、ー、と、他の、まあ、農産物とかね、そういうのが、まあ、多少、まあ、増えてきて、 枚数としては、まあ、ちょっと戻ってるみたいな、まあ、見え方にはなってるということです。はい、全体的なやっぱりポジション取りとしては、シュリンクした1年だったう、ね、っいうことですね、はい。減ってきて。で、金額ベースで。こちらですね。はい、見ると、これだとね、やっぱり、ね <laughs> 市場がもう全然わかんない。とこう価格が吹いたときに、はい、やっぱり瞬間風速で、まあ、ものすごいそのバリューが増えた、想定元本の、まあ、価値は上がったんですけど、はい、まあそこから、 もう一気に縮んでますよね。そうですね。だからもうリスクにやっぱりもう耐えられなくなってきた一年で、で、まだ、あの、リスクをこう増やしていくっていうところまではやっぱり行ってない。 だから先物市場っていうのは、まあ、あの生産者のッジでも重要な市場機能というのが、ねはい、あるんですけれども、はい、まあそこに投機家とかスペキュレーターが入ってきてこそ盛り上がっていく、はい、と思うんですが、すね、スペキュレーターがみんないなくなっちゃったみたいなそうです、ねまあ、基本的には、現物の業者とスペキュレーターが、リスクテーカーがいて、で初めてそのフェアな。 価格がつくっていうのが、まあこれはもう経験上、まあ確かにそうなんですよね。生産者だけだったら生産者への都合のいい価格になるし、ね、リスク低下がいなかったらその分だけビットオファーが外れるっていうことになるんで、そうな、離れるっていうことになるんで、そうなってしまうと、まあその市場の機能っていうのはやっぱり低下しちゃう。で、今はまあまさに、まあそっちに向けて動いてしまった一年。 これが、やはりそのアメリカの金融引き締め、利上げと QT による余剰資金がなくなっていく。そうですね。こうなってるってことそう,、ね、そうですね。だから来年がやっぱり一番きついところにはなるのかなっていう。うん、だからそれは景気の見方と一緒で、だから来年の半ば、前半から半ばにかけて何があるのかっていうのに、やっぱりみんなこう今気を引き締めて見てるっていうのは、 そうですねまあ、引き締めから今度は緩和期待というのがね、うん、もうすでに気の早い向きはありますのでで,す、ね、でも緩和してくれないと苦しいから期待してますよね、うん、<laughs> 希望的期待であってそ,<う>まあそれがどうなっていくのかってまたこの市場にまあ資金が戻ってきて、ね、流動性が出てくればまあ価格も、うん、まあトレンドも生まれやすくなりますし、ね、そうですね、はい、そう,そ,うその中でこうまあみんな目線が下がってくるところで実は今までこうお話した中で一番景気がいいのは来年は 日本なんで。まあ、そうなんです,ですよ。日本でいいんですか、ね、なんかこうね、えー、岸田政権下だとちょっと景気の悪い話しか見えてこない。ね、今見えてこないですけど、でも IMF も ECD も、日本の成長率が一番高いから、で,で、今年なんてアメリカの経済がみんないいってってドル買いしてたわけでしょ、うん、それだったら来年、<laughs> 日銀あ、日銀じゃないや、日本の景気がいいっていうことで、 円買いになるかもしれない。円買いが入ってもいいです。これはね、かなり今、少数派の意見だと思うんですよね,ね。そしたら、だって、あの物価だって多分安定してくるし、なるほど、えー。そしたら、まあ、思ったよりまあ強い経済になるっていう、まあ、ことは。 期待して一年終わりたいなと思いましたそういう見方もあるということですね投資、はい、における最終話は皆さんご自身で慎重に行っていただければと思いますそしてこの動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたしますマーケットディーパー本年も一年皆さんご視聴いただきましてありがとうございましたそして本間さんも毎度貴重なお話いやいやありがとうございましたそれでは皆さん良いお年をお迎えくださいありがとうございました